そばが食べたかったんですけどね、ついついセットメニューにな、を食べてしまいましたね。これ空港でございます。那覇空港から飛行機に乗ります。今回は宮古島に飛びますよ。宮古島自体が人生初めてですね。やっぱり宮古島と石垣島と比べたら石垣島の方がいろんなところに行けるので、今まで来なかったんですけどね、宮古島にも、ね、行かなければ沖縄を旅したことにならないって、今回は宮古島に行くことにしたんですね。まあ、宮古島といえば新助さんとかね、あとはパッパイやマンゴーか、マンゴーとかそういうイメージがありますけどね。あとリゾートとか外国のね、リゾートの大きな客船が来るとかさ、そういうイメージしかないんですけどね。那覇空港でございます。飛行機で離陸いたします。離陸いたします。ガタガタ揺れてるね。ガタガタ揺れながら加速して飛行機が飛んでいきます。おお、この瞬間が何とも言えなくってちょっと怖いんだよな。空港に止まってる飛行機を眼下に見ながら、空の天井の雲が近づいて、那覇市内を流れる河口付近の川が見えてきましたね。あのところにね、4月頃島津台にね、徳之島とか奄美大島から来た時はこの辺のね、港に泊まったんですよね。で、トマリンっていうのはもうちょっとね、左の方に行くとトマリンがあるんですけどね。あ、正面のところに橋がかかっているところが トマリンですね。そうそうそう、正面のところにトマリンがあって、あそこからね、大東島で、反対方向に海見えてるのが1日前に行ったところですね。こうやって空から見るとね、海と海が、向こうの海とこっちの海が近いんですけどね、自転車で行くと結構距離を感じましたけど、地図を見るとね、距離を感じてしまうんですけど、こうやって見るとね、全然狭いんですね。なんかね、自転車旅っていうのはね、地図を見るとね、距離を感じて、輪行しようかなと思うんだけど、輪行しないで自転車で行くと、あ、こんなに近いんだなって気づかされるんですけどね。その時の精神状態でね、どうしようかなって変わっちゃうんですよね。で、宮古島に向かっております。なんか島影が見えておりますね。これはな、どこの島かな。久米島なのか、もっと近い渡嘉敷とか座間味とか、分かんないけどね、どっかの島が見えております。またサービス時間が大変短いため、今日は冷たい飲み物、冷たい飲み物、アップルジュース、ミネラルウォーターの3種類をご用意します。もしかしたら宮古島の一部かもしれない。
う着陸するところかもしれない。もしかしたら分かんないけどね。やっぱり空から見る地上は楽しいですよね。街並みとか。これはどこの島かな。ザマミとかかな。宮古島の一部かな。結構建物が立ち並んでますね。まあそんな風景を見ながら飛行機に乗っておりました。これはね、多分宮古島の北西部じゃないかな。画面の下の左の方に宮古島の市街地があるような感じじゃないかな。確かそうだったような記憶がうっすらと残っております。飛行機の旅もいいよね。ぼんやりと雲を眺めながら、だんだん日が傾いていく感じを眺めながら飛行機は進んでいく。安い飛行機で良かったなと思いつつ、機内食が出なかったりする感じ。なんだ、何もないのかみたいなね。今回の続きというかね、今回の動画の、ね、説明をしましょう。まだ未完成なんですけどね、紹介しましょう。野の字自転車全国市区町村旅、旅454日から470日目、2020年の11月24日から12月10日までですね。沖縄ルート編という与地妻の輪行旅。ですね、ここね、直したはずなんだけどね、直してないな。62って書いたはずなんだけどな。一番ね、若い数字が62なので、62週目のシリーズということで、お送りいたします。今回もね、まとめて、紹介して、前回の説明ではどこまで行ったかっていうと、那覇から船に乗ったところで終わったんですね、前回はね。夜行船に乗って、南大東島に次の日上陸いたします。で、本当はね、北大東島も行きたかったんだけどね、海がしけてですね、行けなかったんですよ。しょうがないので、南大東島の一番北からですね、北大東島を眺めたっていう。船がですね、最初ここに泊まって、ここに寄って、こうやって帰っていったんですね。本当はね、ここに寄って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 、那覇に帰る予定だったのが、ここに寄って、ここに寄って、ここに寄って、那覇に帰るに変わっちゃったんですね。だから本当はね、船に乗ってね、この前をね、通る予定だったんだけど、通らなくなっちゃったんで、もう そういう予定になるってことがね、朝分かったので、南大東島にいるときに北大東島を眺めたっていう。で、しかも自転車はですね、最初、那覇で乗るときに、荷物として上陸できないかもしれないみたいなことを言われてですね、で、那覇のね、泊まりのところには自転車を置いてきたっていう感じですね。南大東島をね、歩いたんですよね、今回はね。で、北大東島は眺めただけ。そしてまた夕方船に乗って、次の日那覇に着くと。午前中ぐらいに着いて、その日は、自転車に乗って、ハイバル町とか、ヨナバルとか、南城の方に行って、島を眺めてね、離島があったんですけども、島を眺めて、
で、また引き返して那覇に戻ってきて、次の日はですね、自転車に乗って、豊見城とかね、八重瀬町とか行って、稲そば、以前ね、稲そばっていうお店で食べたのが美味しかったからね、そこで行ってね、食べて、で、また自転車に戻ってきて、那覇空港からね、宮古島に行くという感じですね。で、次の日は、宮古島のね、離島に自転車で行ってくるみたいなことをやっておりましたね。宮古島とかね、このね、豊見城とかね、あとは、南大東島は、今回の旅で初めて行くところでしたね。データ的にはですね、470日目まで行きますね。外国の自転車旅は台湾と韓国行っております。日本の都道府県46箇所、市区町村1392箇所行っております。今回は沖縄県なんですけど、沖縄県は今回の日程の中で初めて行ったのは南大東島。北大東島はね、上陸してないんですけど、一応書いておきます。まあ、いつかチャンスがあったら行きたいなと思っておりますね。豊見城と宮古島初めて行って、全部で38箇所行っております。一応位置関係ね、まあ全体的に言うならばね、全体的に言うならば、東京都世田谷区をスタートして農地を描いてぐるぐるぐる回っていて、番号順的には小笠原もね、一応番号をつけております。番号順的にはですね、26周目、三重県とかね、奈良県、京都、大阪、兵庫の新温泉町までつながっております。この後ね、秋田県がつながってない、ここはね、前回のところなんですよね。で、今回はですね、沖縄の方に来て、今回の日程のスタート地点は那覇からこの大東島に行く船の中で始まりました。で、前回の動画にね、のっけ忘れた動画をね、ちょっと頭の方につけてますけどね。で、それで、北大東島はただ眺めただけ。これ字が間違ってるね。それで次の日また夜行船に乗って那覇に戻ってきて、それでこういうところとかこういうところとかこういうところに行って戻ってきて、那覇に行って、で次の日は豊見城とかね、八重瀬とか行って戻ってきて、那覇から飛行機に乗って宮古島市に行くという、そういう感じになっておりますね。